柳家小三治の落語。青な。しばらくの間お付き合いをいただきますが、しかしこのあれでございますよ。今世の中が便利になりましたから、確かに便利には違いないんですが、例えば涼しいものは何だと、まあ、こういうような話になりますと、我々ですけど、谷川のせせらぎだとか、あるいは山へ登った頂上の涼しさとか、そういうことを言いたくなるんですが、近頃はだんだんそういう趣じゃなくなってくるんでしょうね。やっぱり今の小中あるいは高校生あたりで涼しいものはと聞けば、クーラーとこういう答えが返ってくるんじゃないかと思いますね。まあこれは仕方がないといえば仕方がないので、まあ諦めたかないんですが、仕方がないんで。でもまあそういう世代というのは、自分の親を冷蔵庫だと思っている世代でございましょうから、そりゃそうですよね。子供の頃学校から帰るっていうと、お母ちゃん母ちゃんってなことを言ってお袋を探したもんです。探しちゃなんかおやつってこう言うんですね。今おっかさん呼ばないんですよ。黙って帰ってきて、その辺へ学校のものをおっぽり出すってと、黙って冷蔵庫を開けて、なんでなんもねえのかって、これだけですよ。毎日毎日そういう生活をしてますってと、いつの間にか冷蔵庫が自分の親だというような風に感じてくるんじゃないかと、思うんです。これ何か飛躍したような言い方をしているようですけど、おそらくはそういう感覚がどっかに知らないうちに植え付けられることは間違いないんじゃないかなと思いますがね。ですから、涼しいものはって聞かれた時に、クーラーって言うんじゃなんかこう情けねえような、でも仕方がないんですけど、納得いきませんね。でもね、そういうことでございますがね。植木屋さん、だいぶご精が出ますな。おお、どうも。どんのでござんすか。ああ、そんなところで涼んでらっしゃるとは気がつきませんで、ご精が出ますなと言われますって言うと、面目ねえんでございますがね。さいですね。旦那のようにそうやって植木屋を使い慣れてる方はそういうことをおっしゃっていただけますが、なかなか世間の人はそうは思っちゃくれませんね。植木屋なんていうものは朝来るっていうと、いきなりタバコばっかりパク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 吸ってやって、タバコをやめたと思ったら今度は腕組んで休んでやって、あいつらタバコを吸うことと休むことしかしねえんじゃねえのか。こうして植木屋っていうのは怠け者ばっかり揃ってるんだなんてことをよくおっしゃる方がありますがね。あっしら別に怠けてるわけでも休んでるわけでもねえんで。そうですね、腕を組んじゃ庭を眺めて、あそこの築山の方へ灯籠を移したらどうだろう。あの赤松をこっちの潜水べりの方に引いてきたらどんなもんだろうなんて、まあそんなことを頭の中で考えてまして、それからまあ頭の中がまとまるってえと、仕事にやおら取り掛かるとまあいうような安兵衛でございましてね。来るってえといきなりハサミの音をパチ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 立てるようなやつにろくな腕のやつはいねえんで、ってことを我々の方は言いますが、ああそうですか、商売はその道によって尊しなんていうことを言いますが、しかしあなたがこのところを毎日毎日してそうやって仕事をしてくださる、ああ誠にどうも、あなたがこのところやってること心持ちがいい、それにあなたが水をまいてくださる、これがまた何とも嬉しいことで、というのがうちの女どもに水を任せますとな、水たまりばっかりこしらえてどうも面白くない。
植木屋さん、あなたが水をまいてくださると、いやまことに方々へまんべんなく水が散って、まるでさーっと夕立ちが一席したようなもので心持ちがいい。青いものに水がかかって、そこから雫が落ちる、そこを通してくる風などは涼しいな。ああ、そうでござんすね。いやあ、足もね、なかなかなんですよ。こうやってお屋敷の方でもってお仕事をさせていただきませんって言うと、こういう涼しい思いはできねえもんでござんしてね。それはね、足のところも風もたまには来ねえことはねえんですがね、何しろ足のところは長屋の路地の一番突き当たりですから、あっちの塀引っ越すって、こっちの塀へぶつかり、また羽目板にぶつかって、てんべ、もうこっちへたどり着いた時にはヨレヨレになってましてね、なんだかもう生暖かくなってますから、涼しいどころじゃありませんよ。いい、ああ、生あったけえところを見るってと、そのうち化け猫でも出るんじゃねえかと思って。しかしどうも、もう化け猫の出る風というのは面白いな。は、うん、あなた、何ですか？ご酒は上がりますかな？え、ご酒って、ああ、酒ですか？酒はもう、あっしはもう大の目がねえんで。ああ、もう、あるだけ飲んじゃう。はあ、はあ、何です？その、あるだけ飲むというのは。ですから、50銭持ったら50銭飲んじゃう。1円持ったら1円飲んじゃうって。3銭しかなきゃ3銭なんとかして飲んじゃうという。はあ、こら本当に好きなんだな。いや、実は今ね、私はここで涼みながらちびちびやってまして。ああ、そうっすか。へえ、旦那。こちらの方はよっぽど好きで。いやいや、よほど好きということもないんですが。まあ、涼みながらちびちびやるなんというのも、たまにはよろしいもんですな。今日はあなたにこのご酒をご馳走しましょう。え、足？ああ、そうっすか。いや、どうも、へへへ。本当はね、お断りしなくちゃいけねえところなんですがね。こればかりはどうも、足は断りたくったって腹が黙っちゃいませんからね。下の方からいただいておきなさいなんて言われるっていうと、へっへっへ、これはもう引っ込みがつかなくなりますから。頂戴いたしやす。そうですか。どうも、あいすいません。まあ、遠慮しないで、その縁側へおかけなさい。こりゃ、こんなに綺麗になってるところへこんな小汚ねえ、何しろこの斑点はもう泥だらけになってますから、これでもって腰をそこへかけた日にはもうそこがすっかり汚しちまう。いやいや、汚れたって構いませんよ。汚れたものはまあ拭いておけばそれでよろしいんで。そうっすか。じゃあ遠慮なくかけさせていただきます。ああ、そうそう、さあさあ、さあ、どうぞ、そのガラスのコップでおやりなさい。ガラスのコップで、これコップですか。いやー、なんか、なんつったらいいのかなと思ってね。コップにしちゃ、ちょいと柄は小せえんでしょ。で、チョコにしちゃ、でけえしね。おー、やっぱりこれ、コップでいいんですかね。まあまあ、呼び方はどうでもいいんですがね。じゃあ遠慮なくこれ。そうっすか。なんか旦那の上前跳ねちまうみたいで申し訳ありませんね。じゃあ頂戴いたします。それは上方の友人から届いた柳影ですよ。柳影、ああそうですか。柳影っていうとなんですね、なんか幽霊かなんか出そうな酒でございますね。頂戴いたします。おちさんす。旦那、これ、直しじゃありませんか。こちらで言うと直し。大阪の方ではそれを柳影と言いますか。ああ、そうですか。よくあるやつですね。ほら、同じものでもところによって呼び方が変わるってね。何話の
足も伊勢の浜荻とかなんとかって言います。ああそうですか。これなんですね。ああこれはなんですね。旦那、この暑い時にはさっぱりしていいもんざんすね。こりゃ梅や。またよく冷えてますね。こりゃ、いや冷えてるってこともありませんでしょうが、そりゃあた今まで日向で仕事をなすっていたので口の中に熱がある。それで冷たく感じるんだな。そうっすか。ああ口の中にね、日向でもって、ああそうかもしれませんね。いいいい、ああこれは結構なもんで、そこに恋の洗いがあるからわかんなさい。えっ、ああ恋の洗いですか。これはいや、なんかあるなとは思ったんですけどね。はは、恋ってのは白いですね。これ恋ってのは足は黒いもんだと思ってましたね。洗いね、あの黒いのをこれだけ白くするには随分石鹸つけて洗っ、いや洗濯じゃありません、洗いといってもその黒いというのは、それは皮で、身はみんな白いんで。おお、身は白い。ああ、そうっすか。身ですよ。これはね、皮じゃねえんだ。はっはっは。あっしゃね、正直なことを言いますって言うと、この洗いというのをいただくのは生まれて初めてなんです。面目ね、話は聞いたことありますけどね。なかなか白はね、こういう贅沢なもんをいただけるもんじゃありませんよ。本当によろしゅうございますか。どうも頂戴いたします。それじゃあこれはちょっとこの何ですか、この味噌みたいなもんをこうつけてね。うまいっすね。なんかこうシャキシャキしてますね。うまいもんですねこりゃ。いやうまいというほどのこともないでしょうがな。それはまあごく淡白なもので、ああ淡白ね、淡白ですね。じゃあちょっとあの淡白なもう一つ頂戴させていただきます。でもこれはよく冷えてますね。これは、あ、それはよく冷えてます。それは下に氷が敷いてあります。その上に洗いが乗せてある。よく冷えているわけです。ああそうですか。へへへ、どうもあんまりね、よく冷えてるんでね。あ、ほんとだ。へえ、氷ですよ。贅沢なもんですね。氷なんてもんがこうやって欲しい時にスッとここへ出てくるなんてもんはやっぱりお屋敷でございますね。ええ、贅沢でございますから。旦那、あのすいませんが、これ一かけいただいてよろしゅうございますか。氷を、ええ、ああそうっすか、頂戴いたします。ひゃっ、うー、ひろろろろって、って、この氷はよく冷えてますな。よく冷えてる氷というのは面白いな。しかしあなたのようなそうやって出すもの出すものを喜んで食べていただくと誠に嬉しい。時に植木屋さん、あなた縄を好きかな。へっ、いや、あの菜のおひたし、菜のおひたしはお好きか。菜のおひたし、おっしゃもう菜のおひたしってものが大好きで。大好き、いや、あの大好き。いや、別に言い直さんでもよろしい。ああ、そうですか。それじゃあ早速今ここへ台所から取り寄せて。いやいや、取り寄せる。そんな手数のかかることをしていただかなくたって、あっしは台所は分かってますから。ぐるっと裏へ回って、受注さんからちょうどい。いえいえ、そんなことをしたんでは酒の味がまずくなりますから。今取り寄せますから。ちょっとお待ちなさい。これよ。これよこれよこれよ。お呼びでございますか。おお、奥屋。植木屋さんが長お好きだとおっしゃってるから、かつぶしをたっぷりかけてこちらへ持ってきてあげなさい。旦那様。うん、なんだ。鞍馬から牛若丸がいでまして、その名を九郎邦賀。うーうーうう、ああそうか。じゃあ義経にしておいたらよかろう。植木屋さん、いやどうもすまないことをしたな。おう、男というものは勝手元のわからんもので、まだあると思っていたのがみんな
になってしまった。気の毒な。いえいえ、気の毒ってことはないんですよ。鼻からねと思えばそれで済むんですけどね。それはいいんですけど、どうぞおいでになってください。どな？どこ？お見えになって？いや、誰も来ませんよ。もうどうぞ、こっちは遠慮。いや、まあ別に遠慮なんかはしねえんでしょうけども、足の方にはどうぞお気を。まあ気も使っちゃいねえんでしょうけどもね。どうぞどうぞ、お客様でしょ。いや、でも今奥様が。奥はもう名がみんなになってしまったと。いえいえいえ、名の話は別にしねえようでしたかね。どなたかお見えになってるってんで、鞍馬さんとか牛若さんとかって。あはははそれですか。おお、そうですね。ああ、あなたはうちの出入りの方だから、まあお話をしても、ああ、よろしいが。あれ、私と奥の、まあ隠し言葉とでも言いますかな。仮に来客の折ですよ。私が何か言いつけて、それがもうなくなってしまったという時に、もうなくなりましたとか、食べてしまいましたとか、言うんでは私もそのお客さんも恥をかく。そこで隠し言葉、鞍馬から牛若丸が入れまして、その名を九郎宝眼。その名は食べてしまった。九郎で九郎、九郎てしまった。その名はが名は九郎てしまった。九郎宝眼、その名を九郎宝眼。そこで私が、それならばよしにしなさいというので、義経にしておきなさいと。まあこれが隠し言葉というやつだ。まあ、おお、ああそうですか。ああ、なるほどね。あ、それなら誰もわかりませんからね。おお、鞍馬から牛若丸は入れました。その名を九郎宝眼。旦那がよしにして。うまいですね。これは考えましたね。さすがお屋敷でございますね。へえ、鞍馬から牛若丸入れまして、その名を九郎、食べちゃった。九郎てしまった。九郎宝眼。どう、旦那が義経にしておけ。ああ、よしにしておけ。そういうことは、こういうこと。これならうちのことが表へ知れなくて済みますからね。だけどもなんでしょう、そういうことはなかなか一朝一夕にできるもんじゃありませんよね。よっぽど奥様の方だって学問がないって言うと、なかなかそういうことがスッと出てくるもんじゃありませんからね。鞍馬から牛若丸が入れまして、その名を九郎宝眼。義経にしておき。はぁ、へえって言ったもんだな。そこへ行くって言うと、うちのかか、まあうちのかかとこちらの奥様を一緒にしちゃいけませんけどね。うちのかかあと来た日にはなんですよ。うち中で知らなくったっていいことをわざわざ表へ向かって知らせるんですからね。そうしゃギャーギャー朝からワン、これはあっしに言うんだか長屋に言うんだかわからねえような声で怒鳴り散らすんですからね。大変ですよ。うちのかかあに、なあなんぞ持って帰って行ったら大変ですよ。三日前に買ったつまみながいつまであると思ってんだ。それでおしまいですけどね。そうしちゃ二言目にはイワシが冷めちゃ。イワシが冷めちゃ。イワシのことばっかり言ってるんですよ。それじゃまるで足が、朝から晩まですや、イワシ好きですから。安いし上ですからね。イワシ、それは朝は昼晩食ってますよ。食ってますけど、何もあっしが朝昼晩イワシ食ってるってことを長屋中に知らせるってことはあっしはねえだろうと思うんですけどね。鞍馬から牛若丸、そんなお苦労方が義経にしておけ。まあおお、お屋敷だな。奥ゆかしいよな。そういうことを言ってみたいですね。鞍馬から、旦那、柳影が義経になりました。はっはっはっは。
これはどうもとんだ失礼よ。柳陰はもうそれで霧になったので、それでは他の酒を。いえいえ、これはね、そうじゃないんですよ。もう本当は十分なんだ。十分なんでございますがね、あっしもなんかそういうことを言いたかったもんですから。あっしの隠し言葉という、もう今日はすっかり頂戴いたしました。はい、ありがとうございました。思いがけなくごちになりまして、ごちそうさま。今日はじゃあこれでもう何させていただきます。また明日早くに伺いますから。どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。なるほどな、違うもんだよな、お屋敷っていうのは。どうして違うかね。大したもんだね。あの奥様、旦那様、鞍馬から牛若丸が、いでまして、その名を九郎鳳が、義経にしておき。なるほどね。そんな食らっちゃった。食べちゃった。そりゃそうだよな。客の前で食べたの、食っちゃったの、疑念の九郎鳳が、義経にしておき。てしたもんだな。これはな、何やうじゃ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 口の中で言いながら歩いてんだよ。早く帰ってこなくちゃしょうがないだろう。イワシが冷めちゃうよ、イワシが。この野郎、また始めるよ。こいつは、いや、それいいんだよ。イワシ焼くのはいいんだ。今日早く帰ってくると言ってたから、焼いて待ってんのはいいけどよ。ういえ、なんで、この、無精な焼き方しやがってよ。もっとおめえちゃんと焼け。ちゃんと頭ぐらい取れ、頭ぐらい。何言ってんだよ。頭、こういうところに需要があるんだよ。カルシウムというのがいっぱい入ってるんだよ。こういうところを食べてるっていうとね、風邪ひかないんだよ。だから俺、犬は風邪ひかないだろ。寝る、俺と犬一緒にしようってな。こいつは、俺と犬が一緒になるか。あ、なれしないよ。そうだろ、なるわけないよ。そうだよ、なるわけないさ。いい犬だったら高く売れるもん。この野郎、俺を売る気になってんな。こいつは、この野郎。驚くな。本当にな。ええー、今日な。お屋敷でもってよ。何度か一つ気が乗らねえから。このままもう、まとめて切っちまおうかと思ってるって言うと、いきなり声がしてよ。植木屋さん、ご精が出ます。なんて、いるって言うと、旦那だ。俺はびっくりしちゃってよ。だってお前なんだかどうしようもねえからよ。早いとこ怠けて切っちまおうかと思ったろ。いきなりご精が出ますねってんだよ。ドキッとしたよ。まあこっちの腹ん中を見透かしたのかどうか知らねえけどよ、お屋敷の旦那が俺に酒をごちそうしてくれたんだよ。柳陰ってんだ。柳陰とっておめえ幽霊が出てくる酒じゃねえぞ。そんなこと言わなくたって分かってるや。分かってりゃしねえやろ。教えてやってんだよ。こっちで言い直しだよ。そんなこと言われなくたって分かってってるよ。分かってるよってお前、分からねえからそう言ってんだよ。なんだ、恋の荒いというようなごちになってな。恋の荒いったってな、黒くねえんだよ、白いんだぞ。当たり前じゃないか、身は白いんだよ。おお、知ってんのか。知ってりゃしょうがねえ。なんだ、その下に氷を敷いてやってよ、冷えててうめえんだよなあ。そうしたらそうやって喜んで食べたり飲んだりしてるって言うと嬉しいってんで、旦那も機嫌よくなって。これおめえ、時に植木屋さん、なおお上がりか、いきなりだったから。そんなのわからねえよ。なんですったら、なのおひたしはお好きか、こう言うんだよ。だから俺は大好きだとこう言ったんだな。そしたらおめえ、取り寄せてくれるってんだ、旦那はよ。なんか拝むの？拝むんじゃねえんだよ。手を叩くんだよ。これよ、これよ、これよ、これよ。な？手を叩くって言うと、こっち見ろ。お前、
俺が話し出すと横向いてタバコ吸うんじゃないんだ。お前、話聞けよ、お前。話してんだから。こういう形して、そういや、お前、俺と一緒になってからお前、俺にお辞儀したことねえだろ。そっくり消えることはよくあるけどよ。こういう形してよく見ろ。こっち、こうやって手と手を、こうやってこういう形。見ろよ。こっちよ、こういう形で。ああ、そういうカエルが出ると雨が降るよ。この野郎、カエルの話をしてんじゃねえぞ。よく見ろ。旦那様。なあに？旦那様。右や左の。振り倒すよ、こいつは。混ぜ返すんじゃねえんだよ。ちゃんと聞け。お呼びでございますか？すると旦那が、植木屋さんがなおお好きだとおっしゃる。かつ節をたっぷりかけて、ここへ持ってきてあげなさい。そうすると、お前、奥様が、鞍馬から牛若丸がいでまして、その名を九郎方が。すると旦那が、おお、そうか。じゃあ、義経にしておきな。どうだい？え？わかるかい？これがおめえに。ああ、わかるよ。やけどのまじないだろ。この野郎、やけどのまじない。てめえなんだな、それなんだ。おめえは何でもわからねえことはねえとか言ってやがってよ。見やがれ、何も知らねえくせに。お前、大きな面しやって。そうじゃねえんだよ。つまりこれは？落雷の折に、よ、雷が落ちんの？そうじゃないの。落雷の客が来るんだよ。そりゃ来客だろ。ああ、そうそうそう。その雷の折によ。なんか言いつけてものはねって言うと、食べちゃったとか、ねえとかって言うと、恥をかくってんだ。お互いに恥をかくから、それでも、って、お屋敷の隠し言葉だったんだよ。どうだい？消したもんじゃねえかよ。鞍馬から牛若丸が入れまして、その名も九郎。その名は食べてしまった。食ろうてしまった。ああ、九郎方が。ん？おお、それで旦那が、それじゃあ、やめておきな。よしにしておきなさい。で、義経にしておきなって、どうだい？おい。これだけのことがおめえに覚えられるか。ああ、もう覚えたよ。覚えた？この野郎、本当に覚えたか？うん。でも、すぐ忘れる。忘れるって。おい。今、おめえ覚えたっつったな。忘れんな。それ、いい。まあ、ここでやるからな。ほら、見ろ。タツコが路地に入ってきたからよ。どっか行って、帰ってきたんだぜ。今こっからこっちに呼び込むから。うい、ちょっと酒ねえか？酒。おう、一合ある？一合でもいいから、こっちに持ってきて。で、なんか、じゃあ、そのイワシの塩焼きでも、なんでもいいや。ちょっとこっち持ってきて。で、お前はね、次の間はねえから、じゃあそっちの押し入れ、押し入れ。やだよ、この運気に。いいからよ、押し入れ減ってろ、やろう。お世話が出ますな。おお、なんで？もう帰ってきたのか？今日はバカに早いじゃねえかよ。どうしたんだ？半畜だったのか？お世話が出ますな。俺か？俺な、今日世話出ねえんだよ。俺今日仕事休んじゃったんだから。はぁ、はぁ、それからおめえは、しょうがねえからよ、昼寝しちゃったんだよ。体生、くさっく、生ったるくなっちゃってよ。それから今、湯行って、さっぱりして帰ってきたんだよ。ご精が出ますな。おめえ人の言うこと聞いてんのかよ。おめえ、俺は精が出ねえんだよ。今日は、今、湯から帰ってきて昼寝しちゃったんだからよ。昼寝にご精が出ますな。昼寝に精なんざ出ねえよ。あなたが水を撒いてくださると青いものに雫が落ちて、
そこを通してくる風なぞは涼しいな。何言ってやんだよ、この野郎。どこに青いもんがあんだよ。あそこにあるのはゴミ箱じゃねえかよ。あのゴミ箱の根元に石油乳剤をまいて、その中をハサミ虫が尻尾を上げながら、這いずり回ってるところを抜けてくる風は涼しいな。いい加減にしろよ、お前。そんなの涼しくもなんともねえよ。ただくせえだけじゃねえかよ。あなた、御酒はお好きか。なんだ？御酒ってのは。え？酒？酒は大好きだね。知ってんだろ？俺、酒飲みなの。いい、あなたに御酒を。ごちそうしよう。ほんとかよ。おめえが俺に？珍しいことがあるもんだな。俺はおめえにたかられたことはずいぶんあるけどよ。ごちになるの初めてじゃねえか。おい、それじゃごちになるよ。ああ、そこへかけなさい。え、別に汚れても構わん。後で拭いておく。よせよ、お前。汚れても構わんって俺が言うんだよ。それは、たまには、お前、掃除したらどうだい、おい。真っ白けになってるじゃねえかよ。そのガラスのコップでお上がり。ガラスのコップなんかありゃしねえやな。でもまあ、そのガラスの。いやいや、そのガラスのって。ほらおめえ、ガラスじゃねえよ、ただの。チョコだよ。でもまあ、ガラスのコップだと思ってお上がり。なんでおい。手数なことを言ってやんな。それじゃなんだよ。もらうよ。これなんだかな。おめえにゴチになるなんて、なんだか狐に化かされてるような気がするぜ。それは、上方の友人から届いた柳影だ。柳影？おかしなもん飲んでんな。おい、こっちで言う直しだそうだな。うん、食う。何、普通の酒じゃねえか。これ。でもまあ、柳掛けだと思ってお飲み。あなたは日向で働いていたので口の中に熱がある。それで冷たく感じるのだな。別に冷たかねえや、これ。なんだおめえ。日向水みてえじゃねえかよ、おい。嫌に生ぬるいよ、これ。でもあなたは口に熱がある。いや、熱ないよ。俺、いいんだよ。今俺、湯へ行って口の中さっぱりしちゃったんだから。熱ないの。でもあなたは口に熱がある。ねえんだよ。俺はさっぱりしてんの。でも少しはある。そりゃ少しはあるよ。お前生きてんだからよ。うん。これうめえや。な。そこにあるその、恋の洗いをお上がり。恋の洗い？贅沢なもんが食ってやんな、おめえ。手間取りしちゃ食すぎるぜ。恋の洗いなんかありゃしねえじゃねえか。これ、イワシの塩焼きじゃねえかよ。でもまあ、恋の洗いだと思ってお上がりよ。なんだよ。いちいちうるせえな。おい。なんだと思って？なんだと思って？まあいいや。俺、イワシの塩焼き好きだから。ちょいとこの、おろしをここへちょいと、乗っけてな。ああ、うめえや。これはうめえ。これ、油乗っててうめえ。これ。いやいや、うまいというほどのことはない。それはごく淡白なものだ。俺、油が乗ってるってそう言ってんじゃねえかよ。どうして油が乗ってて淡白なんだ、おめえ。え？でもこれはうめえや、こりゃ。その下に氷が敷いてある。氷なんかあれしねえよ。おめえ、嫌にあったけえじゃねえか。これ、つまらないことを言うな、ほら。ええ、時に植木屋さん。よせよ、お前。植木はおめえじゃねえかよ。でもまあ、植木屋におなり。嫌だよ、おい。あなた、菜のおひたしはお好きか。綺麗だよ。いや、あなた、菜のおひたしはお好きか。綺麗だよ。俺はで綺麗なんだよ。今まで青いものいっぺんだって食ったことねえんだ。知ってんだろう。あなた、菜のおひたしはお好きか。嫌いだってんだよ。それひどいよ、お前。さんざっぱらこっちの色素飲んだり食ったりしてよ。ここへ来ていきなりのお願いはひどいんじゃねえのかよ。お前、嘘でもいいから。
好きだって言えよ。なんだ、しょうがねえな。そんじゃいいよ。じゃあまあちょっとぐらいなら食ってもいいや。今ここへ取り寄せ。いいいい、取り寄せなくたっていい。そこでお待ち。これよこれよ、これよこれよ。旦那様。あ、びっくりした。なんだよ、おい、脅かすなよ。さっきから、おかみさんの姿見えねえ、見えねえと思ったろ。何をおめえらして、やんのかねえ。この運気の最中に熱い、そのお尻の中に潜り込んでおめえ。水かぶったみてえに汗びっしょりじゃ。ねえかよ、なんて格好してやんだよ、ほんとに。まあ、赤い腰巻きして、肌襦袢一枚で、細引きでぐる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 湯いて、まるで、猿芝居だ。うせえや、黙って聞いてろい。植木屋さんが長お好きだとおっしゃるから、かつお節をたっぷりかけてこっちへ持ってきておやり。旦那様。なんだ。鞍馬から牛若丸が、いでまして、その名を九郎宝願義経。ああ、弁慶にしておきなさい。解説、弁慶で下げるのは苦しい紛れの緊急避難だが、髪型には弁慶を義経の腰巾着に見る言い方があって、地層になることを弁慶と言いました。柳陰は夏用の酒で冷やして飲む。みりんと焼酎をほぼ等分の比率で割ったものです。50-50 ですな。蒸留酒の焼酎に醸造酒を加える。つまり半分が前のプレソスに戻るもの。蒸留酒の焼酎に醸造酒を加える。つまり半分が前のプレソスに戻るもの。また戻っちゃった。蒸留酒の焼酎に醸造酒を加える。つまり半分が前のプロセスに戻る。という意味合いで、江戸本直し、本直しと呼ばれ、略して直しということですが、粗悪な酒に手を加えて風味をごまかした安酒の通称も直しだそうで、これは紛らわしい。